般若屋の戦いは、樹永2年5月9日に、越中国般若屋で行われた、兵士軍と源氏及び、北陸法規勢力連合軍との間の戦い。樹永2年5月9日の明け方、加賀より軍を進め般若屋の地で兵を休めていた、兵士軍の先見会、平森利の軍を、基礎義仲の先見会、今井金平の軍が奇襲し、平森利軍は、 戦況不利に陥り退却した。要はの大基金が一段落した樹英2年、平家は各地で起きた判断鎮圧に乗り出すこととした。その大事の目標は北陸の制圧に定められた。平これ森を総対象とした、兵士軍は京より北上し、越前、加賀を制して越中へ軍を進めようとした。平これ森は越中。 越後国境にある神原の県を占領し、木曽義仲軍が越中へ進軍してくるのを寒原の県で迎え撃つという作戦を立て、越中の地理に詳しい越中禅寺、平森都市に兵五千を与えて先権隊とし、越中へ進軍させた。その頃、越後の国府にいた木曽義仲は、兵士軍が越前、加賀が手中に収め、越中へ進軍するとの知らせを受け、 兵士軍が越中を確保する前に、兵士軍を撃破するため自ら軍を率いて、越中へ兵を進めることにした。まず、今井金平が基礎吉中軍の先遣隊として、兵六千にて越後国府を出発。兵士軍より先んじて、越中に入り、五福山に布陣して、兵士軍を迎え撃つ体制を整えた。兵士軍の先遣隊、平森利軍は、5月8日に、 加がより、栗から峠を越えて、越中へ入った。平ら森都が、藩にあにまで軍を進めたとき、源氏軍宣言隊が、クレハ山を占領したことを知り、その日は、あえてそれ以上の進軍を行わず、藩にあに泊まることにした。5月8日、夕刻、平ら森都軍が、藩にあから前進しないことを察知した、今井金平軍は、敵の意表をつく野衆を決断。 闇に紛れて敵へ接近し5月9日明け方に攻撃を開始した。平森都市軍は前線したが5月9日午後2時頃に戦況不利に陥り退却。越中浜街道を進軍し5月9日には6、同時に宿営していた木曽義仲軍は5月10日に半日屋の今井金平軍に合流。5月11日朝、栗から峠へ向かって半日屋を出発した。 般若屋とは、現在の高岡市南部から、都並市東部にわたる、広範囲な地域を指す。般若屋の戦いが起きた場所については、正確な記録が残っていないため特定することは、できない。しかし、兵士軍が、寒原の県を目指していたこと、また中田通が当時北陸道の守備地であったことなどを、考えると、現在の高岡市般若屋地区にある弓の清水周辺が、 戦場となったのではないかとする説が有力である。現地には、弓の清水古戦場、般若屋古戦場の案内板がある。参考原平清水機では、木曽義仲が般若屋五川端で軍儀を練ったとされるが、五川端の所在地は不明である。平家物語では、木曽義仲軍は五万余家を引き、池原の般若屋に婦人したとの記されているが、現在の仙台屋地区の池原に、 木曽義仲が婦人したとは考えられていない。半若屋の池原ではなく、池原の半若屋とあることから、古くから、荘園経営されてきた池原の地名は、平家の物語の中で知名度が高かったため、このように記されたのではないかと考えられている。この出兵については、あず鏡においては、木曽義仲討伐のためと記されているが、玉葉における討伐の対象者は、 源の頼朝、源信義となっており、追悼の対象は、基礎義仲ではなくあくまでも、北陸の反乱軍であるという見解が強まりつつある。上杉和彦、戦争の日本史六原平の騒乱。ありがとうございます。